見れば見るほどです。はい、さて連日ですよね、心が痛むニュースということで、あのエジプトで起きた事故ですけれども、はい、こちらの方、菜の花ボーイさんからもいただいております。まあ、だんだんいろんなことが分かってきましたね。まあ、分かってきたというか、いろんなあの想像をこうじゃなかったかという説が伝わってきつつあると、はい、またこれといったわけじゃないんですけどもね、坪井さん、26日エジプトで起きた熱気球墜落事故ですが、パイロットの男性が我先に飛び降りたらしいですよ。信じられません。そういえば昨年もイタリアで豪華船が座礁した事故で船長が我先に脱出したニュースがありました。日本にもありましたですね。昨年12月衆議院選で民主党から次々と脱出した議員、これも一緒か、議員さんが恥ずかしいですということですね。まあ民主党の場合ちょっと置いときましょう。私でもひょっとしたら民主党のこの精神でもって入ったけども全然違いないか、公共事業を認めたりこんなことするから、こんなとこおられんと言って私も逃げ出すかも分かりませんので、ちょっと一緒にしてあげるとかわいそうな気が、まあ、事情が分からない、全でもないです。 A69 助さんから、うん、このルクソールの、うん、気球墜落事故、地元県のサード知事、地元県のサード知事という人がいるね。この人が、うん、気球の燃料ホースが破損してガスが、漏れ引火したことが爆発炎上の原因との目撃証言があると明らかにしました。着陸時に気球を引き下ろすためゴンドラから垂れ下がっているロープが何らかの原因で上方に舞い上がり、巻き上がり燃料ホースを直撃したということです。付近住民が目撃したということです。エジプト政府の事故調査委員会は27日までに現場で気球の残骸を回収、事故原因や当時の状況について本格的な調査を開始しました。知事は調査に2週間が必要との見通しを示しています。これはその知事もあの墜落現場で花を備えた献花をしたそうです。緑のビニール傘さん、真っ先に脱出したと複数の目撃者がの証言が判明しました。パイロットがね、はい、爆発を防げる可能性があったと操縦士の責任を示唆しました。海外旅行の体験型ツアーオプションは何が起こるかわからない部分が大きすぎるのが怖いです、うん、事故原因の究明をして二度とこのような事故が起こらないようにしてほしいです、まあ、ただね、この操縦士に関しても、うん、あの頭にすごい火傷で重体っていうことなので、あの自分の身を守るために、うん、無事でいるためにそうやって我先に飛び降りたのか、うん、ものすごい、それこそだって頭に火がついちゃったらパニック状態になっちゃって飛び降りるってことは、はい、無意識ではあるかもしれないので、はい、その状態なのか、そのことについては動物基礎天ぷらさんがね、うん、これはもうとにかく締めなガスのね元を締めなかったとか、はい、いろいろあるようですが、あの、まあ、操縦士のミスが最大の原因だったと可能性が高まったことになりますが、火だるまになっていて操縦士もすでに、うん、はい、過失で飛び降りた可能性もあると、はい、で、まあ、その操縦士28歳、重度の火傷を負っていて現在は話ができないという状況で、回復を待って話を聞く、はい、ですから全身この火だるまになってますから、はい、あのこれを乗客に移ってはいけないとかね、うん、まあ、全員に言うならば、はい、でそれともう一つは吹き飛ばされたという説もあるんですよ、はい、爆発 で、はい、うん、でそのあたりのところ、あの周りに乗っていた人もいるので生き残った人もいますので、はい、そのあたりのところはその人の状況がわからないですね、はい、一遍聞いてみないとどうだかわからないと、確実に被害者でもあるわけですから、うん、その事故のね、うんうん、それでもまあそのさっきのね、下に下ろす紐みたいなもの、うん、はい、これを下ろすときにあのゴム管、はい、あのバーナーとタンクですかね、シリンダーを結ぶゴム管に絡まったまま投げてギュッと引っ張って、それが元から外れるとあのバルブが効いて止まるらしいんですけども、はい、ひょっとしたら老朽化していたゴムホースに絡まって途中からそのゴムホースが切断したりなんかしてシャーッとなったのかいう、うん、はい、あれゴンドラ自体の形ももう原型とどめないほどになってますから、はい、そのゴム管がどうのこうのというのもね、果たして残っているのかどうか分かりませんけれどもね、過失どこに原因があったのかって本当にまだちょっと分からないですね。分からないということです、大絶景バカ満点さんからもいただいております。何度も事故を繰り返していたにもかかわらずというのはこの会社ですね、はい、
社員教育を含めたきちんとした体制を確立しないからこのような悲惨な事態になったのに、操縦士一人に責任をなすりつけて事態を収拾しようだなんて絶対に許せません。この会社にも必ず報いを受けさせてやれと思います。帰ってきたコンさんからもいただいておりますけれども、まあ、とにかくこの別の気球に乗っていた観光客が撮影した映像には気球が黒い煙を出しながら一旦上昇した後に、急速にしぼみ燃えながら地面に落ちていく様子が映っています。まあ、遠巻きとはいえあまりの生々しさに衝撃を覚えました。テレビで衝撃映像とかいう番組でもだいたい一命を取り留めたとかで収まることが多いのですが、あの映ってる気球の中では明らかに人々が亡くなっています。もちろん事故を検証するために必要な映像なのですが、あまりの鮮明さに悲しさが募ります。この人の言う通りですね。私もこれで思い出したのがヒンデンブルク号のあの火災ですよね、はい、ものすごい勢いで燃え上がっていく、あの時にラジオ中継をした人のあの中継が未だに録音が残っています、うん、まあ一言一句は覚えてませんけれども、もうその人は泣きながら言ってるわけですよね、うん、この炎の中に多くの人がいるんですっていう、うん、そういう趣旨としては、多くの人が今この炎の中で苦しんで死のうとしているんです、そしてこの人たちには全て家族がいるんですというのがね、うん、ものすごいその現状燃えています、炎が大きいです、どの炎と轟音が聞こえますという、その客観的なあれではなくて、その中の人たちの苦しみとかなんかっていうのをね、こうずっとこの絞るような泣きながらやってたというあの録音が今も残っております、はいはい、でなんか悲惨な映像を見るために僕はその、ことを思い出したりするんで、はい、コンサも同じようにあの映像すごいなと、いやあの炎の中に、あの黒煙の中に苦しむ人たちが、恐怖に怯えてる人たちがいるんだと思ってあれを見ると本当にいたたまれん気持ちになりますね、はい、というあの楽しい旅が一瞬にということですが、寝ぼけまなこさんからいただいております。私も以前オーストラリアで熱気球に乗りました。それは現地で自分で申し込みをしたオプショナルツアーです。朝の3時起きでバルーンツアーの会社がホテルに迎えに来てくれます。朝の風のない時間帯しか気球に乗れないようです。北海道旅行でも気球に乗ろうと申し込みましたが、その日は風が強く中止になりました。私が乗ったのはバスケットに操縦士含め10人足らずだったと思います。気球は優雅に見えますが、意外に音が大きくて熱かったです。もう耳の、頭上のすぐ上でゴーいう、すごい音のバーナー燃えてますよね。うん、結構大きな炎があるという、うんうん。そのちょっと乗ってるカゴの中でも、ちょっとその暑さをちょっと感じるぐらいで、うんはい、こっちから見てると音もなくスーッと行くようですけども、うんはい、乗ってる方はゴーッ、ちょっと暑いよ、これ。暑いな、暑いな、うんはい。これあかんね。いうような、そのくらいの様子でありました。で、気球の進路を見ながら地上のスタッフがジープで追いかけてきます。朝日が昇るのを見たり、カンガルーが草原を走る姿を見ることができて、着陸後はみんなで現地でバーベキューと、まあ、とても楽しい思い出です。それだけに今回の事故が残念でなりません。原因究明をしっかりしてほしいですね、ということですね。虹色エボシさん、伊勢でね、なんかのイベントで気球に乗ったことがありますよ。みんな外国だ外国だという方が多いですが、はい、日本もね、あまりこういう観光気球ってやってないですよっていう、今朝もそんな評論の方がいらっしゃいました、はい、そうかなと思ってましたが、あの伊勢で乗りました。乗ったといってもロープでつないであって、地上に、真上に上がるだけの小さな気球で、一組ずつ乗れるので家族連れに人気で、 すごく長い列ができておりました。風が出てきたから乗れないと、出てきたら乗れないと係の人が説明がありましたが、風が出てこなかったので乗ることができました。ゴーという音は怖かったけど、やっぱ乗った人の、ね、乗った人のあれです、うん、こうやっぱ乗ってみるのと見てるのではあのやっぱり違いますね、印象がね、うん、あ、例えば私なんかもあれ、気持ちいいだろうなと思った、あのバイクのサイドカー、これは気持ちいいでしょ、あの横にくっついてる、はい、こう地上の、はい、非常に低い目線でもって、はい、あのサイドカーが乗ると、はい、ダーッと走っていく、はい、これなかなか優雅でやろうなと乗った人、まあ、これ車種にもよりますけど、乗った人サイドカーね、すぐ横にねバイクのエンジンがあるからね、めちゃめちゃやかましいって言ってた人が、それはバイクにもよりますけど、はい、
のね、はい、だから乗るのと見るのとでは大違いというのは、はい、いろんなところで分かりますよね。メキ級乗ると結構音が大きい、はい、大きいぞということですね、うん、はい、はい、まだまだこれたくさんのお便りをいただいておりました。